ムキ機ユニバーサルアニメミュージックフェスティバルは NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンによるアニメソングのコンサート。パイオニア LDC から数えてアニメ制作事業25周年を迎えた NBC ユニバーサルが初めて開催したレーベルアニソンフェス。25年の歴史を総決算のコンセプトから現在 NBC ユニバーサルに所属しているアーティストのみならず、石田洋子。 コトコ、タイナカイロドリサトシなどのパイオニア LDC や、ジェネオン時代のアーティスト、ミナセイノリや原田アヤフー、モモイハルコなどのキャラクターソングで参加した、声優、アイブスペシャルユニットとして、高瀬和也と、幾も出演している。また、現在活動休止中で、ワーナーブラザースジャパン所属のアルティマが、人よ限りの再始動を果たした。2018年8月29日、 同イベントのブルーレイディスクを発売。今作には、Q テックのマスタリング技術、ホース EX サウンドが採用されている。50音順バンドメンバーは、フリップサイドのサポートを手掛けるミュージシャンで構成されている。は、ブルーレイには収録されなかった楽曲。先日の25スアニバーサリー公演のご野菜の位置づけとして開催されたコンサート。25スアニバーサリーにて、 人よ限りの再始動を果たしたアルティマや黒崎マイン、コトコ、南城吉野によるユニットマインガールズが出演している。イベント終了後、先日の25スワニバーサリー公演のブルーレイを2018年8月29日に発売することをスクリーンにて発表した。ありがとうございます。